じゃあここでもらいます。はい。はい。話します。はい、大丈夫です。いいですよ。はい、話します。ちょっとこれ、ちょっと持ってください、ね。はい。よいしょ。はい。はい。ここで乗っていきますね。はい、お願いします。はい、じゃあ乗るときは、はい、また膝から、また膝から、はい、この乗車楽な姿勢になってもらっていいんで、はい、いいですか、行きますよ、はい、いいよ、押さえてるからここは大丈夫。よし、両膝入りました。はい、よし、よし、ここの真ん中、あ、真ん中、そこまで、そうそうそう、なるほどなるほど。膝崩しちゃったらいいよ、あの座ってもらっても、あぐらとかでも、あぐら、うん、あぐらかきます。あ、ちょっと待って、このうちでもあぐら作っといた方が楽です。はい、で、じゃあこの真ん中のちょっと強い流れを、はい、横断して向こうの静かな流れに行きますか。この強い流れに出るときに結構左右のバランスこうすごい不安定なとこ通るんです。はい、はい、頑張って耐えて、はい、もうそれしか言えない、書かなきゃダメですね。そう、あと流れていっちゃうので、はい、頑張ってこいで、漕ぐっていうのはこういう風に漕ぐと、そうそうそう、ひたすら前漕ぎ、ここさ触ってもいいですから、さ触れても、あ、全然大丈夫、位置にね、あのね、半分ぐらいの長さでいいです、座ってる時は。ああ、そうだよね、長い、水面近いから、はい、半分ぐらいで持ってもらって、終わりましょう、漕いで、はい、バッチリです。ヨネちゃんのいつもの笑顔がちょっと緊張してますもんね。緊張してますね。そうそうそう。はい、じゃあ行きます。はい。でそこに縁石あるからね。ちょっと。どうね。あとついていけばいいのね。あとついて前漕いで。はい。よいしょ。ちょっと待って。はい。おお。みんな漕いで漕いで。みんな漕ぐ。もっともっと漕いで。お前らビビちゃん漕いで。あは。こっちこっち。すげえなこれ。流れ急。立って、よし。回っちゃう。あ、そっか。まっすぐ行かないんですけど。ちょっと私の練習で引っ張る。回りながら一緒に。はい。はい。こうスタートね、逆流するから。ね。はい。よいしょ。引っ張られる時だからヨンちゃん気をつけてね。はい。グイーンって練習が伸びた時にグーンと引っ張られるけど。はい。いや。もうヨンちゃんは落ちないようにバランス取ってる。はい。うわ、うん、右傾いたら今度反対行為で、そう、向き変えながら、そう、ピッチ、はい、うわ、はい、これは流れ入りますね。うわ。お、いいね、いいね。いや、そこまで出てこれた。わあ、なんか一番急流だった。うお。はい、斜めで入ってたから、はい、回っちゃったんだと思うんですけど。あ、そういうこと。そんなにびそんなにあれなんだね。そうそうそう、結構ね、ちょっとの違いでも、はい、コントロールが変わってくるんです。なるほど。そう、ちょっと頑張って、はい、この上に向かって漕いでみます。はい、あ、そっか、
いやいや、一人立ちだね。一人立ちですよ。もう。いやいやいや。多分ね、これついてるとね、ヨネちゃんが行きたい方向に行けないと思う。そうですか。勝手に行っちゃいますっていうより、無意識に行っちゃうんじゃないですか。ゴーイングマイウェイ。はい。そっか。頑張って上流に行きます。上流行きましょう。はい。結構頑張ってたんです。はい。はい。回りながらだな。右かきはいいけど、左が。よいしょ、全然近づかないんですけど、どんどん流されてるんですけど、いや流されちゃう流されちゃう、ほんとほんと、あそうですか、やった、はい、そうそう、回る回る、そうやって回す、回してるわけじゃないんだけど、急なの、浅瀬、浅瀬、本当だ、オールがついちゃった、はい、これで押していいですから、地面押してグーッと、そうそうそう、うわぁ、浮かれ、うわぁ、うわぁ、ちょっと腰でひねっちゃったよ、なかなかね、不安定な上でこうやって座ってるっていうのは本当に不安定ですね、だからさっきずっとあそこで、ね、転がってたのは不思議だよね、あ、そういうとこもあるんだ、全部流れてるわけじゃないんだ、あー、なるほど、すいません、すいません、大丈夫ですよ、申し訳ない、私も三半規管が弱いんです、あ、そうですか、そう、ジェットスキーみたいな上で待たされるとゲロゲロしちゃうからジェットコースター、ただなんかね、漕いでると気が紛れたりしてるけど、はい、ずっととどまってるとダメです、あ、意外と引っ張られますよ、はい、あ、うわ、力あるね、よいしょ、ちょっとあの遠目の景色を楽しみ、あ、そうですね。でっかくね。で、あの写真、動画撮ってるから。ああ。川の真ん中から見ることないですよね。ないですね。ね、気持ちいいですね。ね、いや、こうやって引っ張ってもらえばこんなに安定するのに。ダメですね。はい、学生さんとかで来てもらったりした時、はい、結構こうやって紐でバーって丸につなげたりとか、はいはいはい、やり方も全然あるんですよ、なるほど、写真ね、そういう感じで撮ると映えるし、そうですね、うん、本当だ、特にこの5月入ると ね、 ねすっかり緑になっちゃって、山ももう、ま、ブチになっちゃって、ね、残雪だ ね、 そ
つい最近まで真っ白だったのにね。いいね、この角度から見るなんてないね、ほとんどね。なかなかね。ない。気持ちいいですか。気持ちいいっすよ。いや、なんか安定してきましたよ。よかった。ああ、あそこ急流でしょうね、きっとね。いや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 。はい、こう横揺れの波がいっぱい入ってくる。はいはい、これ50センチぐらいですかね、水深。1メートルあるか。意外と浅いですね。でも胸の辺まで来そうだ。うん、胸の辺りまでは来る。昨日ご主人この辺で撮ったのかな。ご主人、昨日のご主人はこの辺、あ、おとといか、この辺で折っちゃった。はい、大丈夫です。はい。このまま連結で、はい、連結で行きます。はーい、いやー、うわー、いやー、怖い怖い怖い、ほほほほ、揺れますね。いやいやいや、いやいや、これすごい、すごいですね。すごい。全然安定してないですね。うわー、通り過ぎた。うわー、やっぱオールの使い方だね。ねえ。はいはいはい。もう一回マシャマシャします。はい。うわー、すごかったよ今の。またですね。はい、はい、横波ですか。素晴らしい。うわ、おっ、キャッ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 、おお、すごい。よし。
ずい。そうだね。はい。こぐの？どっちにこいだらいいか分かんない。どっちにこい？こっちへ？傾いたら。はい。先頭がこっちの方へ向くように。はい。ちょっと浅くなってきてます。はい。あ、本当だ。はい。うお、浅い。砂地だね、本当に。落ちなかったですね。ね。結構ふわふわしたでしょ。うん。あーとか思ったけど落ちなかった。落ちない。踏ん張ってました。いいじゃないですか。降りていいですね。うん、いいですよ。はい。はい。沈没しそうですけど。せーの。よいしょ。あれ。よいしょ。よいしょ。おお。立ち上がった。上陸ですね。ちょっと休憩して。はい。はい。ここが難所だね。難所。この後ですよ。まだあるの。まだある。本当。そういえばあれだったな、あの沈んでくのがあったね。あの辺からね、頭しか見えなくなったんだよね。うん、なんかどんどん沈んでくぞみたいな。あそこのね、浅瀬ね。うん。いや、今度なんかビーチみたいです。そうですね。ちょっと陸でね、体元に戻してもらう。なるほど。水分補給します？あ、ちょっとだけ。はい、確か、ありがとうございます。丸見えなんだけど。大丈夫大丈夫。私だってトイレ行ったらほぼ半以上だもん。そうなんだ。みんなどうしてるんですかね。トイレ大体出発前に。そうだよね。行ってもらって。はいはいはい。我慢できなかったら川で。川の中でね。そうだよね。あ、すごい。はい。はい、流す。それ難しい。よいしょ。はい。船って不安定。まあ、ここで落ちても大したあれじゃないそう、それが。登山に乗ってる感じですね。カラビナがいいね。なるほど。それ一本今度積んどこう。そうだね。短めのやつね。うん。あ。なんか砂利が当たりそうですね。体重が後ろに乗っちゃってると、はい、ピンが当たるんですよ。あ、そういうことか。少し前になるとお尻が当たるんですよ。
の中に何かあるじゃないですか。はい。回ってます回ってます、これむずいね、むずい、ぐるぐる回るんですか。そうなんです。おお、立ってなかなか、どうだ。